はい、ラーメン作ります。今日はこれでいい系ラーメンを作ります。明けましておめでとうございます。新年ということで、まずはラーメンらしいラーメンを作りたいと思い作りました。結論の一つのラーメンで、力強いネギと分厚い食感ある肉と一緒に力強い小麦を合わせたものがあります。言っちゃえば年越したラーメンです。王さんはそばにも使われていましたからね。いい系で美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
これでいい系ラーメンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいです。これはうまいですね。はい、まあ、何がうまいって今回皆さんびっくりしたと思うんですけど、加水率高い割に低加水みたいな麺作りしているように見えたと思うんですけど、あ、麺してるなって思ったと思うんですけど、これがですね、うまいです。やっぱオーションっていう粉自体がどっちかというとこう水多い感じの、加水高い感じの食感っていうよりは低加水っぽい感じの麺の方が合うなとは前から思ってたんで、はい、今回結構麺美味しかったですね。でですね、麺に関してなんですけど、塩と乾水多いからその低加水っぽく見えたって話で、結局書き方をですね戻したんですけど、塩や乾水などの添加するものは水と合わせて重さで計算するので、多いとその分水少なくなります。麺作るときは、まあ慣れたらどういう麺作りたいかで添加するものの調整しつつ、加水率はですね水の量で覚えた方がいいかなって感じですね。あとは寒いと硬い生地になって、暑い日は柔らかくなるので、加水率はあくまで目安なので気をつけましょう。まあ、極端な話、小麦 100g に塩 100g で加水率 100% となります。水入ってなくても。まあ実はまだよく分かってないんですけど、この場合って 50% じゃないのかなって思うんですけど、これはちょっと自分も分かんなくてですね。とはいえ計算するとき分かりづらいし、共通認識として、まあ、この方が分かりやすいかなみたいな。今まで通り小麦 100g に水 50g で加水率 50% の計算でまあやります。確認ですが、添加するものも水として考えます。2024はこれでいこうかなって感じですかね。まあ、去年は添加するものは少なかったり多かったりすると、柔らかさも上下するっていうことで小麦と水で加水率決めてた時もあったんですけど、結局小麦の質や季節で食感が変わるので、加水率イコール麺の食感ではないということが分かったからです。まあそんな感じですね。ちょっとラーメンの話できてないんですけど、このオーションっていう粉は二郎系っていうイメージあるんですけど、二郎の前はそば粉、今でも使ってるお店もあると思うんですけど、打ち粉として使われてたので、やっぱそばといえば年末なのかな、その年前なんですかね、大晦日、どっちに食べるのかちょっと自分は分かってないんですけど、まあ、蕎麦食べてないんで、まあ、今回はそういう感じにしました。
蕎麦の食感のようなややボソッとした感じの食感がとても合います。スープはですね、最近豚足にハマってて、コラーゲン系の濃度を上手に使いたいなって今年は思ってます。まあ、もみじとか鶏だったら足ですね。まあ、豚だったら足、豚足なんですけど。まあ、これと柄ですね。やっぱ今回のデメリットというか、豚足だけのデメリット、肉出しだけのデメリットの、やっぱ雑味がない感じ。これをちょっと上手にやりたいなって今年は、何が合うのかというか、はい。まあ、そんな感じで。以上です。まあ、今年もオーチメン TV の方をよろしくお願いします。はい、それではまた。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方をお願いします。それとサブチャンネルオーチメン TV のご飯の方もよろしくお願いします。あとお店の方もよろしくお願いします。大阪製麺ですね。はい、新所沢にありますので、ぜひ調べていらしてください。今年はちょっといろいろやりたいなって、はい、慣れてきたっていうのもあるので、はい、そんな感じで以上です。